皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2008年公開の、クローバーフィールド、破壊者。現代、クローバーフィールド。監督はマット・リーブス。脚本はドリュー・ゴダード。主な出演は、マイケル・スタール・デビット、マイク・ボーゲル、オデット・ユストマン、など。ニューヨーク、マンハッタン。日本英英展となったロブを祝うため、アパートの一室で送別パーティーが開かれていた。ところが外で突然爆音が響き渡り、ロブたちが屋上へ出てみると、街の一部で爆発炎上している凄惨な光景が広がっていた。というストーリー。シリーズ第1弾。発見されたビデオ映像というスタイルをモンスターパニック映画に取り入れたアイディアが斬新だった両作。話の展開は、映画的な説明シーンがないため、登場人物と同じ範囲内でしか物事が見えないので、一体何が起こっているの、という混乱がリアルに伝わってくる。次はどうなるの？という緊迫感で最後まで退屈しないが、もう一度見ようとは思わないのも確か。なお、ハンディカメラの映像を演出しているため、画面が激しく揺れるので酔いにご注意。ということで、評価は。Thumbs up!